こんにちは、ねんねママです。今回は赤ちゃんが4時や5時に目を覚ましてしまう早朝起きの対策について話をしていきたいと思います。寝かしつけ専門学校ねんねママチャンネル、チャンネル登録してね。ねんねに困ったら寝かしつけ強化クラス、概要欄からチェックしてね。これね、夏に向けて増えてくるんですけれども、この早朝起きという現象ですね。もうママやパパからしたら勘弁してっていうね話ですよね。まだ寝かせてという感じだと思うんですけれども、赤ちゃんたちってもう全然こちらが思うようになってくれないんですよね。でさっき私夏に向けて増えるっていう風にお話ししたんですけど、これは早朝起きの原因の一つである朝日の光漏れが関係してます。でもきっと冬でも早朝起き悩んでるという人もいますよね。もちろん光は一番大きな原因の一つではあるんですけれども、それ以外にも原因があるので、早朝起きの原因として考えられる要素7つお話をしていきます。当てはまるものがあったら一つずつ潰すようにしていってみてください。それではいきます。まず1つ目、朝日の光漏れです。早朝起きの大きな要因の一つがこれなんですけど、部屋が明るくなってきてしまってるっていうことが要因となることが大きいです。大人でも日の光が差し込んでくると、朝かって思うことありません？障子とかですごい光が差し込んでくる宿とかに泊まったり、あとテントでキャンプしたりとかすると、なんか朝6時ぐらいにはすっかり目が覚めちゃうみたいな経験されたことある方も少なくないんじゃないかなと思うんですけれども、赤ちゃんって大人よりもさらに光に敏感なので、本当ね嘘みたいなんですけど、ほんのちょっとだけ一筋だけピーって光が漏れてるだけとかでも起きちゃうことってあるんですよ、本当に。なのでもともとね、こう大人よりも眠りが浅いので、ちょっとした刺激、ちょっと目を開けた時にちょっと光ってるとか、そういうことに反応しちゃうんですよ。でそれで朝から起きる時間だって思って起きちゃう、まあ、時計見れないですから赤ちゃん。質のいい睡眠のためには寝室は真っ暗にすることを推奨はしています。まあ、絶対そうしなきゃいけないってことではないんですけど、真っ暗な方が周りのものも気にならずよく寝やすい。で電気をつけるという場合はですね、天井にライトつけるんじゃなくて、天井にライトをつけるとこうやっぱ上向いて寝てるんでね、こううんって気になってしまいやすいので、床に置くタイプのライトを使うことをお勧めします。で直接光ってるのが光源が目に入ると刺激になってしまうので、直接見えないところに置いていただくっていうのがポイントです。そして、窓から光が漏れちゃうという対策についてですけど、まあ、それはね、もう物理的に漏れてるところを塞ぎます。我が家の場合は遮光カーテンをしているんですけど、どうしてもその端っこが浮いてしまうので、その部分をテープで留めたりとか、カーテンレールの上の部分っていうのは布でタオルを置いたり覆ったりしています。一口に遮光カーテンって言っても等級とか色によっても差がかなりあるので、それ比較実験した動画もあるので、ぜひそちらも参考にしていただきつつ、ぜひご自宅のカーテン見直してみてください。で、この柄が気に入ってるっていう場合は裏地だけカーテンライナーというものがあります。裏地、遮光の裏地だけつけるっていうやり方もあるので、やってみてください。あとはカーテンレールがこう二重になっているタイプの窓の場合だと、カーテンの端っこ、内側のレースカーテンの端っこに留めるリターン仕様と呼ばれる形に付け替えたりするやり方もあります。あとはカーテンレールの隙間タオルで塞いだり、いろいろ対策の仕方あるので、別の動画でも解説してるのでぜひ見てみてください。2つ目、寝るのが早すぎる。これもね、結構あるケースです。確かに早寝早起きっていうのは大事なんですけど、状況によっては早寝が原因で早朝起きになっている可能性っていうのもあります。例えば月齢の低い赤ちゃんの場合、例えば生後2ヶ月とか3ヶ月とかで夜7時に寝かせてますと、でいう場合に朝4時ぐらいから元気なんですよっていう風なご相談いただいたりすることはあるんですけど、まあ一概には言えないんですけど、おそらくこの原因の一つは夜の設定時間が長すぎる、寝るのが早すぎてて夜寝るべき時間というふうに設定している時間が長すぎることだと思います。7時に寝て朝6時に起きる時間設定だったとしても、夜の時間って11時間になるじゃないですか。でこれ寝られる子は寝られるんですよ。寝られる子は寝られるんですけど、そんなに夜寝られないっていう子もいます。だから早く起きちゃうっていう可能性もありますので、まあ、他の要因とも照らし合わせながらなんですけど、もうちょっと、まあ、8時台ぐらいまでは後ろ倒ししてあげる方が、こういう場合は長く寝られる可能性があります。3つ目は昼寝が長すぎる、短すぎるっていう昼寝の長さが影響しているケースがあります。
まあ、長すぎると短すぎるって両方じゃんっていう感じだと思うんですけど、まあ、要は極端なのはどっちも良くないってことですね。2つ目に挙げた寝るのが早すぎるっていうのとも関連するんですけど、おおよそ1日の中でこのぐらいが睡眠時間、まあ、何時間くらい寝ようっていうのは赤ちゃんの中で目安があったりするもんです。でそれが例えば14時間だったとして、で昼寝をじゃあ4時間しましたってしたら夜は10時間ってことになりますよね。で10時間の夜寝をする子がじゃあ7時に寝たらどうなるかっていうと起きるの5時ですよねっていう感じです。なんでまあ実際こんな単純な計算ばかりじゃなかったりとかするんですけど、そうやって考えていただくとおおよそのイメージはつかみやすいかなと思います。反対に昼寝が短すぎて影響するパターンというのは、例えば生後7ヶ月で昼寝は1回1時間だけですとかだったとするじゃないですか。でもこれちょっと短すぎる、疲れすぎちゃうんですよね。夜にはもう疲れすぎで、疲れすぎ赤ちゃんが出来上がった状態になっていて、おそらくこういう子はもうお風呂上がりの授乳でコロッとね楽に寝てくれちゃったりとかしたりすることもあるんですけど、まあ、でも夜中何回も頻繁に起きちゃうし、朝方にはもう覚醒モードに入っちゃうっていうようなトラブルになりがちです。ので例に挙げた生後7ヶ月ぐらいだとすると、まあ、朝寝1時間、昼寝1時間、夜寝30分とか、まあ、合計2時間半くらいは寝たいなっていう、そんなイメージです。で、まあ、もちろん個人差あるので一概には言えないんですけど、早朝起きのトラブルがある場合はそういったところを見直していただくのが必要かなと思います。4つ目、昼寝から就寝までの時間が長すぎるというパターンです。これはねよく動画でもしている話なんですけど、赤ちゃんって大人みたいに日中ずっと長く起きてるってことができないんですよね。すぐ疲れちゃうんです。で、まあ、月齢ごとにだいたいこのぐらいの時間起きてると疲れてくるよっていう目安があるんですが、まあ、説明欄に URL 載せます。例えば、生後6ヶ月ぐらいの子だったら目安 2、3時間、まあ、これより長かったり短かったり個人差はあるんですけど、3時に昼寝から起きて、でそのまま夕寝せずに8時に寝かしつけたとするじゃないですか。そうしたらその間5時間ありますよね。これだとやっぱり疲れすぎちゃうことが、まあ、概ね疲れすぎちゃう。疲れすぎてしまうと脳が眠りを妨げるような状態になっちゃうんですよ。そうすると眠りが浅くなっちゃうし、朝方も早く起きてしまいやすくなるということになります。なので、最後に昼寝から起きてから夜寝かしつけするまでの時間っていうのがどのぐらいなのか、そこが長すぎないかっていうのをぜひ、まあ、表とも照らし合わせながら説明欄にあるので見ていただければなと思います。5つ目は生活リズムの乱れです。生活リズムの乱れっていうのは具体的には朝寝の時間が早すぎたりとか、昼夜逆転してたりとかっていう状態で、そういう風に乱れてるっていう状態をイメージしてます。例えば朝4時に起きてそのまま眠れなくなって6時にやっと眠くなって9時まで寝ましたと、まあ、これ結構あるパターンだと思うんですけど、6時から9時まで寝た、朝の9時から9時まで寝たっていうのが夜寝なのか朝寝なのかよく分かんなくなっちゃうんですよね。でこうなると生活のリズムっていうのが崩れちゃって、赤ちゃんの中ではあなんだなんか4時ぐらいにちょっと起きてまた6時寝ればいいから4時に起きちゃおうみたいな、そういうリズムが定着化しちゃう。まあ、これちょっと判断は一概に言えなくて難しいところなんですけど、例えば4時に起きたとしても6時までは部屋で粘って、でそっから1回日光浴びましょう。日光浴びて朝だよっていうことを体内時計リセットして、でしばらくしてから朝寝するっていうようにしたいところだなと思います。4時から6時までってもう2時間も起きてるじゃんって思うかもしれないんですけど、まあこれが丸々2時間起きてるっていう風に計算するかっていうと、まああんまりそうでもないかなと思ってて、人間の疲れって脳からの疲れと体からの疲れっていうのがあるんですけど、真っ暗なところで横になったりとかして6時まで過ごしてたんだとしたら、少なくとも脳からの疲れって全然ないじゃないですか。で体も基本休めてるってなると2時間分起きてたっていう風に計算しなくてもいいかなと思います。で生後6ヶ月以降であれば、できれば朝寝は8時以降にすることを目指していただけると、リズム的にも整いやすいかなと思います。6個目は室温の変化です。朝方になるとエアコンが切れて暑いとか、最近暑いですね。反対にエアコンが効きすぎて寒いとか、まあ、そういう理由でも起きてしまいやすい要因になります。タイマー機能をうまく使ったりとか、やっても起きないのであれば寝るときにスリーパー着せてあげるとか、調整していってあげるといいかなと思います。快適に眠るための室温とクソっていうのに関しては別の動画でお話をしているので、そちらも参考にしていただけたら嬉しいです。最後に騒音です。家族の誰かとか、あとマンションだったら上の階の人とか隣の人とかが早起きだったりとか、あとは線路沿いに住んでて早朝に始発が走り始めるとか、そういう音の刺激によって起きてしまうという可能性もあります。まあ、かといって何も音がしないシーっていう環境がいいかと言われると、そういうわけでもありません。赤ちゃんがお腹の中で聞いていた音に近いですね、
血流の音、砂嵐のような音、ホワイトノイズって言うんですけど、それは他の音をかき消してくれる効果もあるし、お腹の中を思い出させて低月齢の赤ちゃんには心を落ち着かせる、気持ちを安心するっていう効果もあるのでおすすめです。特に騒音が気になる場合は、その騒音が聞こえる場所と寝ている場所の間にその音を発生させてあげるといいと思います。ホワイトノイズっていうのは、そのスマホのアプリでも再生できますので、やってみていただければなと思うんですけど、パパが早起きだったりとかして忍者みたいにしたくしてるっていう家庭もあると思うので、そういう場合は寝室の中でリビングのドアと近いところとか、そういうところに置いて試してみることをお勧めします。で、音を鳴らす場合は頭の上だけはちょっと避けて、枕元からできれば2メートルぐらいは離すようにして、音源としては5、60デシベルぐらいを目安に流すようにしてみてください。だ、聞こえる時には、45から50デシベルぐらいになってるイメージです。デシベルっていうのは音の大きさの単位で、それを測定どうやってするんだよと思うかもしれないですけど、デシベル測定器みたいなアプリがあるので、それで音源の近くで測っていただければ、大体何デシベルっていうのを数字で見ることができるので、そういったものも活用してみてください。はい、ということで早朝起きの7つの要因と対策をご紹介しましたが、とはいっても起きちゃったらどうすんのよっていうねありますよね。なので最後にその場合の対策をお話しします。もし4時5時に起きちゃったとしても、じゃあ起きようかって言ってリビングに移ったりとか、ましてやリビングに行ってテレビを見せたりすることはおすすめしません。で、リビングで遊びたくてテレビが見たくて起きれば連れてってもらえるっていう風に思って、どんどん早く起きるようになっちゃう可能性がありますので、泣いてもぐずっても6時までは寝室で夜タイム、連寝タイムなので何もしません。ママは寝てます、パパも寝てますっていうのを教えてあげる。6時までっていうのはあくまで基準で、ご家庭の起床時間が5時半だったら5時半で全然いいんですけど、そして、その起床時間になったら何事もなかったかのようにおはようって言って、それまでギャーって泣いてたりっていうのをこう無視したとしても、6時になったらおはよう朝だっていう感じで元気よく挨拶してあげてください。泣かせてごめんねとか、お待たせとか、そういうのは言わなくていいです。夜の時間だったから相手にされなかっただけなので、その境界線がきっちり分かるように伝えるっていうことが大事なので、そういうふうに対応してみてください。で、この起床時間、こういう4時に起きちゃう、5時に起きちゃうとかっていう起床時間の問題って結構習慣化しているケースもあるので、そういう場合は習慣を変えるのに結構何ヶ月っていう単位で時間がかかったりもします。逆に遮光だけが問題だったとかっていう場合は、光漏れの対策をしたら翌日からすぐ6時まで寝るようになったっていうケースもありますので、思い当たるところを順番に対策してみて、もし習慣化してしまっているようなだったら気長に習慣改善に取り組んでください。早く起きられすぎてげっそりしてしまって大変なこともあると思うんですけれども、なるべく寝れる時に一緒に昼寝したりとか、夜早く寝ちゃったりとかするようにして、ママもパパも体力回復を図ってください。皆さんが少しでも楽になれますように、この動画が役に立ったら嬉しいです。参考になったよっていう方は、グッドボタンよろしくお願いします。コメントもいただけたら嬉しいです。これからも育児や寝かしつけに役立つ情報を発信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。